もともとオールコネクトさん、起業当時っていうのはどういう経緯を持って起そう業でさすれたんね。ですか？大学の時に、アルバイトをしてたんですけど、その時にですね、ブロードバンド、当時は Yahoo!BB っていう、今もちろんありますけども、そういったそのちょうどその ADSL っていうものがこうガーッと伸びてる時で、それのまあアルバイトをしてたんですね、まあ、訪問販売の。で、まあ、そのまま会社を作ろうってことで作ったっていうのがありますけども、大学卒業と同時に会社を今立ち上げました。じゃあもう起業当時からウェブ事業っていうところは軸として定まっそうてでいすたっね、ていう商こ材ととなんしでてますずね。インターネットを売るというところで。福井に本社があるということで、2006年の福井豪雪の時に、をきっかけにそのウェブに特化しようというふうに決断されたというふうに伺ったんですが、その頃のちょっとエピソードについそうでてす聞かせね、て。創業した年ですね、ものすごい雪が降りまして、まあ本当に、まあ、死者も出るぐらいの結構災害だったんですけど、その訪問販売をやってるので訪問できないじゃないですか、雪が降っちゃって。売り上げが立たないそうと。そうそうそう、もう全く売り上げ立たないんで、これもどうにもならないな、本当にこれでダメかなっていうふうに思ったんですけど、このタイミングでもう全部ネットに行こうということで、まあ、インターネットにシフトできたんで。それからその今の事業、ウェブに特化された事業は軌道に乗っていかれたんでしょうか？そうですね、もうめちゃめちゃ調子よく伸びました。訪問販売で販売する時のコストが大体まあ1万円とか1万5千円で1件獲得するのに、でウェブで販売したら100円ぐらいで売れたんですよね。まあ、それめちゃめちゃやっぱりもう利益も高かったですし。当時からその売っている商材というのは結構絞り込んでやってらっしゃったんですそうですか？ね、もう最初は、通信でやったんですけど、先ほどのその要は集客とあって、ウェブサイトがあってコールセンターがあってシステムが内製化していれば他の商材もいけるだろうということで、まあ、創業4年目ぐらいからそのもう販売代行で全部成果報酬でやりますよという形で広く商材を集めました。で、年間500とか600商材ぐらい問い合わせが来て、その中から売れそうなやつを選んでやるんですけど、例えばどういったものを売ってらっしゃった例えんでばしですね、ょもう本当にのれんとかもあります。これう？ののれれん？ん ネのれッんトのとはその全要然するに関オー係ダーメイないドでのれんですよね。す。ネットとは全然関そう係ですなね、いブでローすドバね。ンドとは関係ないですけど、でも売れるかなということで、本当にいろんなものを販売して、段ボールとかなんかもね、販売してみたりとかですね、やってましたけどね。だけど、ほとんどやっぱ全てうまくいかなかったですね。理屈上は4つの部門があればいいんですけど、やっぱり非常に細かい部分がやっぱり出てきますし、やっぱり商材が違えば責任者もやっぱ必要ですから、まあ、そうなってくるとかなりその、なんていうんですかね、責任者の数も不足してきますし、やっぱりなかなか持ち合い持ち合いで、その業界でもやっぱり自分たちが知らないようなことがあったりとか、まあ、強い人がいたりとかして、やっぱなかなか展開できなかったということですね。そこからもうネットに絞り込んでいこうというそうふうですにごね、ネッ決ト断のされブた。ロードバンドの販売というか、インフラの販売をしていこうというふうに今、やっぱり10兆円ぐらいありますから、スマートフォンとか固定回線とか、そういったもので10兆円ぐらいありますから、市場規模としては非常に大きいですね。一度広げた商材をまた絞り込むっていうのは結構勇気があったんじゃないですそうでか？すね、やっぱり勇気が、やっぱりどうしても一つだけの何ていうか業界とか商材とかっていうふうにこうのって非常に不安定じゃないですか。なのでやっぱりいろんな商品とかを売るっていうことが安定につながるっていうのが考え方としてあったので、なのでやっぱり非常に本当にこれ通信っていうかインフラ系のサービスだけでいいのかっていうことはかなり、悩みましたけどね。いろいろ広げられた商材から一つの、ネットの商材っていうところに絞り込まれたっていうお話を伺ったんですけど、またその顧そう客をです広げられね。たっていうこやとはなんでしり、ょうか？まあ、安定するためにお客さんがいっぱいいて、広い範囲をやるということは安定をするんですけども、その最初商材を広げたっていうのも業界も全然別というか、例えば通信とかもありながらアパレルもあったりとか、そういった消費財もやったりとかって、本当にある程度広いっていうところは、結局はここは単純に広すぎてうまくいかなかったというものですね。で、ただでもそれでもやっぱり少しの一つの少ない会社に依存するということは非常にやっぱ危険なので、どうやって安定を図っていこうかっていうふうに考えたときに、こういったインフラサービスの中で
分散させるっていうことをしていけば、その1個の通信サービスが伸びたとして、うん、1個が衰退したとしても、まあ、必ずどっかでその通信業界自体がなくならない限りは、必ずバランスを取れていくので、なるほど、はい、自分たちの土俵からは出ないというような感じですね。ちょっとその狭めたというか、うん、深くしたというか、ね、なるほど、その広く浅くっていうものでも安定をするかもしれないけども、こう狭く深くで安定したという感じですかね。なるほど、